工事中の粉塵などによる非火災法を防止。 JR 東日本と FCR が共同で作り上げた工事現場の用心棒。工事の際、施工エリア内に煙感知器があります。工事の際に舞う粉塵によって非火災報が発生する恐れがあるためスイッチを切りたいのですが、店舗内にある複数の煙感知器が連動しており、該当箇所だけスイッチを切ることができません。その場合、ビニール袋にテープを巻きつけて養生を行いますが、この際に養生の不備により非火災報が起きています。また、脚立での養生作業の場合、作業員は両手を使うため安全面を考慮して脚立を支えるものが必要となり、設置には2人要します。脚立の使用が難しい高所に設置する場合は足場の設置が必要となり、その準備と設置に費用や時間がかかります。安全簡単に養生取り外しのできる器具が欲しい。そこで工事現場の用心棒を開発いたしました。この用心棒の特徴は、脚立や足場が不要のため安全で低コスト、ワンタッチでスピーディーに養生可能で簡単です。養生剤に関しては、出前のこぼれ防止やシャワーキャップなどに使われているベリカバー3号を使用しております。全長が 1.5 メートルから3.6 メートルまで伸縮が可能。取り付け時間の目安は天井の高さ 2.7 メートルの場合約20秒、天井の高さ 5.3 メートルの場合には約40秒で取り付けが可能です。身長160センチの人で最大 5.3 メートルの高さまで取り付けができます。カバーの取り付け方法は、まず内筒を引き出します。次に内筒にベリカバーを取り付けます。その後、煙感知器に覆いかぶせてから垂直に強く突き上げます。カバーを取り外す際は柄の部分にガムテープを巻きつけ、煙感知器の側面に押し当てて引っ張ります。用心棒で非火災報の防止を簡単に。 FCR 株式会社。